ワイスライツ30日チャレンジ14日目、トワイスとワンスの共通点は、私が思うワンスとトワイスの共通点はお互いが愛し合ってることだと思います。トワイスをワンスを愛し、ワンスもトワイスを愛してるかなって思います。